一番が長いみたいね。やったね。舞台来て弱ってるやつもないもんだけど、芝浜ってんだけどね、この間ベネズエラでやっちゃったんだよな。俺落語やってるとね、ついてゴンベイだぬきで跳ねりゃ怒るだろうしね。困ったね、妙なあれがついたもんだ。本当はゴンベイだぬきだって、そこつながりだって、そこつながりなお結構なんだけどね。まあやるたんびに発見はありますがね、大晦日にね、紅白歌合戦に出せっつったらね、どうやって出んのって言うからね、客席にいるだけだっつったんだけどね、カメラがずーっと回るとね、あれ俺どんし見てんのやつがいたんだよ。それだけなんだよ。もう一つはね、プライドの呼び出しにまた声がかかってんだよね。プライドっていうのは格闘技があるのね、あそこでね、赤コーナーってのやるの、ま、やったの名前覚えちゃった、イゴール・ボブチャンチンなんての覚えちゃった。フェリオ・スペイシーとかスペイサーとかそんなの覚えたよ。うまいんだよそういうのやらせると、それとなんか大晦日もう一個番組が来てくれって、もう一個ってもう一件来てくれ、だからそれは気が向いたら行くと言っといた、もう一つは行くと言って行かなきゃいい、それだけのもんでね。ただ出たって小道具と一緒にされちゃうんだから、なんか目立つような形してね、熊抱いてるとかね、なんかしなきゃダメなんだよ。枕なんていうのは落語にいらないっていうのは俺の意見でね、むしろやるならむしろ昔ながらの枕をその落語の一部としてやると、陰陽と申しまして、その裏をひっくり返すだけで陰陽があるんだそうですとかな、説明なんてしたってしょうがないもんね。なんか喋ってるうちにその気になってくるから、ちょいとまあ付き合ってつくんね、なんだかね。メラトニン飲んだらフラフラになっちゃって、それで寝ちゃって、朝起きたら急に天丼が食いたくなってね、なんなんだろうね、天丼なんて食ったことないんだから、世の中にうまいもんなんてあんなものはな、一番うまいのは飯だな。私はパン食ですなんつってね、いるけどね、言うなよな。飯はね、仮にそこにね牛肉があろうがね、とんかつがあろうが、飯食いながらねとんかつ食ってるよ。とんかつを食いながらね、時々こう飯を食ってるやついないよ、言っとくけど、飯食ってちょいととんかつを食ったりね、そうですよ。パン食だっつってやつはね、パンをこうバクバク食いながら時々こう食ってんじゃないよ、あいつら。ステーキ食って時々パンをこんなことやって食ってるよ。本当にパン食だったらパンを何人も何人も食って食わなきゃおかしいですねえ、トーストやっぱり10万円ぐらい、ちょいと昔のザルを10枚あげると同じように、トーストの10枚ぐらい食えんだろうよ、あれしか食わないってことになったら。でちょいとそこのおかずにこのこチーズ食ったり、そのなんか卵食ったりなんかするなら分かるけども、何やいや。田中明さんにね、パン食ったらね、冗談じゃない、パン食ったら昔代用食っつったんだよっつってましたけどね、そうなのかい、あれ代用食なんつったの、日本人の食うもんじゃねえな、あんなもん本当にと。まあいろいろセレクトしながら自分の国の文化を作っていくんだろうけどね、セレクトに少し合わないのがやっぱり、合わないのがね、合わないな、合わないって言った方がいいんだけどね、まあ、今過渡期なのか知らないけど、本当に嫌だね、庶民と付き合いたくね、俺本当つくづく思うね、俺は最も庶民らしくしてるこの俺が嫌だっていうね、嫌いもんね。電車の中で携帯電話かけてやる、かけてはいけませんって言ってんだよ、放送はして、そこでかけてんだよ。気が悪かったのかね、俺、まあまあいつも気が悪いんだけども。やめろっつってんじゃねえか、この野郎。やめろ、この野郎。そう言ったよ。で前にいたおばさんがね、俺の顔見て、ありがとう。野球帽かぶったから分かったかどうか分かんないんだけどね、それがまあこうやってて。飯食いやがって、この間、そのことでこうやってこういうところに置いてね。そこでちょっとしたパン食ってんならまだ、どこで線を決めるんだか知らないけど、とにかくね、こういったようなんかスパゲッティ食ってこういう飲んでね、ここで飯食って電車の中でヒーヒーヒーってまずい面してるやつがこんな感じでやって今にあいつらタンポン買えねえな、電車の中でなりきったらポンションベンしてやるかと思ったら、ああいうとこで待って弟子に尻持たしてじゃーつってやつ、もうね、エレベーターに乗ってガキがギャーギャー騒ぐからね、
静かにしなさい少し。何やかねおじい。小学生ですよ、我々の。だからこいつがギャフンと言ってやる言葉はまず考えた俺ね。うん、いくらガキでも何かあるだろうと、最大公約数が。品の悪い子だね君は。きっと両親も下品なんだろうね。っやっぱ感じたのかね、こうなったよね。ああ沖縄にいたらね、沖縄の海、夏のことです。どうして髪の毛が青いの？神様が染めてくれたんだよ。まあ、どっちもどっちだけどね、これじゃね。嘘つき。そう思った方が楽しくない？さって横向いたね。行っちゃった。またバッと会ったらね、あ、さっきのおじさんだって言うから、あ、さっきの子だね君やつったらね、知ってるのできなくねって言う。芝浜なんてできるんですよ、俺その落語なんて。心の用意ってほどのもんじゃないんですけどね。出し抜けに入るからね、これね。これ枕じゃないんだよ。自分の中のプロローグだからね。暮れになると、どうも暮れになるってえと、借金取りが来たもんでしてな、とかね。暮れになるってえとなんですな、この借金取りが来てな。我らの日頃の貧乏を知るやなんて李常先生が歌を歌ってやってるかと思うと、暮れになりますってと、みんな貧乏は大変でございます。暮れになるってと、まあいろいろ貧乏の人なんてよな、もう大変な、あちらからこちらからも借金取りがいます、ね、お前さんどうすんだ、お前さん何で飲んで何だよ、分かんない、どうすんだお前さん、んどうしよう、なんだい、だどうしよう、どうしようじゃないよ、商いに行かないでお酒ばっかり飲んでんじゃないか、うん、なんで商いに行かないでそういうことしてんの、うん、まあいいよ、よくないよ、3日4日ならともかくね、月お前さん2つまたいで下手すると3つまたぐようなことになっちゃう、うちは釜の蓋開かないよお前さん、分かってる、分かってるじゃないよ、分かってるでどうすんの、うん、どうするって、飲めるまで飲むか、飲めるまで飲むかってもう飲めないよ、え、借りだらけだよ、借りられてるうちはいいや、言ってんだね、お前さんなんかあるの、あったらそう言ってくれよ、ね、いけないことがあんならさ、お互いに話してそれよしたり直したりするのが当たり前だし夫婦だろうな、そんなお酒をお前さん飲む人じゃなかった、なんなの、なんかあんのかね、え、別になんてことはねえやなおめえ、うん、酒が飲むもんだから飲んでるんでね、よく分かんないよ、釜の蓋が開かないってのよ、釜の蓋が開かなきゃな、鍋の蓋かなんかで、鍋の蓋も開かない、水がめの蓋、ふざけたこと言ってんじゃないよねえ、じゃあ分かった、うん、じゃあいつ商いに行くの、いや飲む飲まないこっちにしとこうよ、いつ商いに行くの、それでは聞いとこう、覚悟もあるしね、ちょっと言っとくれよお前さん、さくせえな、うるさく言わなかったしな、お前さんいいわいいわだったら今日まで来ちゃったじゃないかね、おう、どうやろう、なんだい、行きゃいいんじゃねえか、そうだ行きゃいいんだよ、でいつ行くんだい、明日から行きゃいいじゃねえか、そうごめん、そんな素直に言ってくれると思わなかったから、うん、ごめんよ、うん、あそう、あよかった、あこれ今晩飲みてえだけ伸ばして、それが俺のだったらと思ったよ、まったくその手は食わないよ、おい屋根家方しやねこんにちは、その手は食わねえってこの野郎、だからよ、え飽きないに行きゃいいんだろ、お人から行くって飲みてえだけ伸ばせる、飲むな、でも今飲むのはどうのこうのいいとこなんてこと言ってんねこの野郎、なるだバカ野郎って言うだけのこと言ってすることはしねえって、言うことはお見立てすることはてめえせ、え持ってこいよ酒を、うん、ってやるから、分かったよ、どこをどう工面したか分からない、その酒平良君並べて飲むだけ飲んでたよ、ちょっと起きとくれ、ちょっとね、ちょっとさ、なんだよ、ちょっと起きとくれよ、
んだよ来てくれってなんか相談があんのか言ってんだねと。さあ秋内に言っとくれよ、うん、なんだ秋内ってのなんだじゃないよお前さんの商売魚屋さん、うん、貸し言っといてよね、うん、なんでなんでだって秋内に行くって約束したじゃないかいつ言ってんだよと約束したじゃないかねこんな長いこと休んで月が2つ3つまたぐようなことになってどうするんだって釜の蓋開かないって何のかんの言って最後に単価切ったよ明日から行くその代わりに飲みたいだけ飲ませろって言ったんだもんどっから金持ってきたと思うお前さんねありゃしないよお前さいいからさそんなことはまあ私の方の、うん、ことだから言っとくれよ約束だから、うん、約束約束したのかなおい誰が聞いてたか言ってんのまったくまバカなこと言ってないでお前さんが言って私が言ったろ自分で言わないなんてそんな言わないとは言わねえよだ言ったよだから行くけどお前長いこと休んでるからお前な判定だってお前タガあれ弾けてな、うん、昨日今日魚屋の女房だったんじゃないよ大丈夫水が張ってあってねいつもこう濡れてるようになっててタガなんて弾けないよ包丁は、うん、磨いといた、うんうん、ピカピカ光ってるよ、うんうん、大丈夫、うん、ちゃんとしてあるわらじは出てますはあ、しっかりしてんね分かったよ、うん、ああタバコえ、うん、そっち見てったら腹掛け入れとくんだからそのハンデなんて入れ、うん、銭、うん、いいよそれだけなんとか分かんああ行きゃいいんじゃねえ行くよ行くっつってんだよ野郎、うん、行きゃいいんじゃねえかよ行きゃいいんだろうバカ野郎なんだバカ野郎行きゃいいんじゃねえかバカ野郎なんだそれもそんなこと言わないで同じ行くんなら気持ちよく言っとくれなねえわらじが新しいからね気持ちがいいよねってやんて、うん、つまんねえ世辞言うのわらじが新しいから他に気の利いたことはねえのかわらじの新しいのは気持ちがよければ荒物屋の親父はいつも気持ちがいいぐつぐつ頼むよ頼まるなよてめえなんぞにちゃおいやだいやだ あんな商売になるんじゃなかったねあんないいと思ったんだよ味噌くせえでどうだたまらねえだろ生臭いって何やんで生臭いのいい魚食ってねえからだよ磯臭いとか言ってくれなんて言ったけどならどうでもいいやもうやだよ俺もうなああ元気よく出んのあくびだけだったかあんな暗いとこから泥棒だってそろそろ引き上げてきて寝てるとこだろうよなあ冗談じゃねえったかなああ寝てるやついい気持ちなんだろうね、うん、白川よく寝ってのかな寝てて一番いい気持ちだっていうのはこうやって起きてみるとしみじみ上がんねこれね、うん、あ寝てなくちゃいけねえんだよみんなが寝てるところで起きてるってのはろくなことはねえのこういうことこういうことに気がついてきたなんだなうんああしゃんやんしゃんやんしゃんやんしょいってやってきやったねまあ暗いねどうでもいいけどおおこれお来ました貸しでござんす貸しでござんす三度がさって言うけど貸しが一軒も起きてねえってんだよね問屋が起きてねえんだこれ、なんだっけああそうだああそうだよそうじゃないよそんなことはないそんなことはないそんなことはないなんだろう都道かなんか組んでどっか行っちゃったのかねはあ、ああ金が鳴ってやらこんいい音だね、うん、金が入ってるって本当かね海で聞くとまた違うんだっていうけどね響くとかなんとかってやら、うん、ああ香川の場が土地をちぎえて起こしたんだ正面どうもおかしいと思ってこんな暗いわけやね手がこの暗い暗いこう見えて夜が明けんの暗くなってってこういうやつだあのバカ正面おーケロ、はあ、とにかくね帰ってあの野郎顔がひん曲がるほどね助けてくれって言うまであの野郎叩いてやろうもう立てないってほど足腰やろう蹴飛ばしてやろうああ収まらない面白くねだからバカな格がもらうとっておるだから俺は飲んでるなこと言ったってしょうがねえけどもよああ面白くねえよし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 おーいけるあーあーうんうんうんうわーあーあー
あんまりリアリティがありすぎて私が二日酔いになってるみたいそんなことない、ね、体調があるよあなた心配何もないよふやよ、うん、もういいか、うん、じゃあ変えようか演出を、おいやそうね、考えたら海水で顔洗わないよな。ああ、まあ、それはまあ変な落語的リアリティを追ってるっていうかもしれないけど気がついちゃった以上しょうがないよ。ああねえ、うん、お、うん、これだ、ああ久しぶりだね、ああ夢の中で嗅いだような気がするけど違うね、ああなるほど、おおおおこれ、ああ暗いんだよな、カカアのバカアンティキションやったか、ああ波は見えるようになってきた、うん、ここは見えねえけどね、おお、トゥインチュ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 インっていつ来てもあるね、波の休みってのはねえのかね、これね、大きい時はすごいね、ズドゥンやあれな、波じゃねえ、ジョーだって言ったけど受けなかったね、あんまりね、あのことしてるやつは誰もいねえだろうね、川の政府だね、こっち売るよあ表ね、砂が入って、え、砂なんぞ入ってないよな、開けるとね、金銀三個、三五綾錦ジーンと入ってこっち売るよってなもんだな、え、開く開く開く開きます開く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 、うん、いや、うん、もう、え、どうしたの、あと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 誰か来る、お客さん来る、あ、見て見て閉めて、はい、どうしたの、いや誰も来ない、誰相手、誰とやったの、ヨネさん、え、デンさん、ジローさん、喧嘩じゃねえ、てめえ時をちげえとこした、ごめん、いや悪気はないんだよ、あって気がついて追っかけたって足がかなわないか帰ってね、これからまあ今もう詫びるよしょうがないと思ってごめんよ、悪いやなことはどうでもいい、え、ごめんな、夜が明けてね、おかしい、問屋、とにかく、うん、なんだなんだなんだって金の音がして増長寺だから、それでね、うん、あ、おめえは時を違えたって分かって、それで、まあいいや、浜行って俺、前の方でぴょこぴょこぴょこ動いてるのがあんだ、え、ぴょこぴょこぴょこ、うん、こんなことやるわけはねえんだけど、キセルの番組で引っ掛けて、きっぷって、なんだと思うか、え、何、どうやって政府が上がってきた、え、中に金が入ってんだろ、お金が入ってんの、え、うんうん、これ それが、うん、額縁が引っかかってよ、おっか、おい、なんだよ、もう
重たいじゃないの。たくさん入ってる、どっさり入ってるから重たいんだよ。で、感じして、ビビビビ。見てみてっていいのかい。よけりゃいいけどさ。ちょっと待ってくれ、お前。え、大変なお金だよ。銭なんてもんじゃない、お金。いくらある？いくらあるかも。そんなもん見たことないし、私触ったこともないから、私わかんないで。わかんなかったら数えるよ。触れば分かっちゃうよ。やってみろよ。いいのかい？いいよ。大丈夫かい？大丈夫だよ。なんで？だってさ、あ、そう？じゃあ分かったけどね。どっちから数える？待ってくれよ。ひふみじゃダメかね。やっぱり1、2っていうのかね。ひふみよとか1、2、3、4とかのがいいのかね。5、6、7、8、9、4、み、よ、い、いくらある？いくらあるか分かんないもん。数えてっちゃでかいよ。数えたんだろ。数えてるだけだから分かるわけないじゃないかな。俺ってやるよ、俺がやってやるよ。こうやんだ、見てるよ。おいが、して、シュッシュッ、ふてみしゅい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 みしゅいならないしゅいこのこのとうていひとい。どうだい、四十二両。どうすんのこれ、どうすんのって俺の分じゃねえか。だって拾ったんだろ、こうよ。落とした人がいるだろ。え、落とした人がいるだろ。落とした人がいるからお前拾ったんだろ。落とした人の分じゃないのこれ。落とした人のもんじゃないのか。だっておめえ拾った人のもんだよ。それ拾った人のもんはいいけど、だって落とした人のところへ、これ落とした人が誰だか分かりゃ、俺だっておめえそこへ持ってってやると思う。おめえ持ってっていくらかとかいろいろあるよ。おめえ海ん中へ、海ん中へ、あれがどれだおめえ分かんねえじゃねえかよ。落とした人はともかくよ、なまらいいじゃねえか。海ん中で、海から取るものはおめえみんなおめえ魚屋のもんじゃねえか、漁師のもんじゃねえか。じゃあお前マグロ取ったり、お前サバ取ったりして、お前なんか置くか。お前海から持ってくるみんなこっちのもんじゃねえか。お前山から持ってくるのは漁師のもんと同じように、海から持ってくる、海そこにあるんだから。お前天が海にこのとこへ来て、なんだか分かんないけどいろいろあったの、それを俺が取ったんじゃねえ。運がいいんじゃねえ。どうで、ああそうか、そうだよね、海の中にあるんだからね、魚屋んだから回ってきたって。そうそれでいいかね。いいじゃねえか。どこ悪いんだよお前。どこへ持ってくんだよこれ。え、誰が落としたんだお前、知ってんのか。分かんないけどさ、いいんだよね。いいよ。なんでちょっと持ったからさ、それが心配だったから、心配なきゃ。あそう、とこれはとお前さんのもんだし、俺のもんだよって、おめえは夫婦なんだろ、おめえだってお前。ってくれよ。何使っていいかね。なんだって好きなものに使えないな。おめえ、じゃあ着物買っていい。いいよ。ポピ買っていい。いいって。そう、それからさ、私あのほら、あの帯留めのこういうのがあってね、それからあの食べたいもん。俺だったおめえ。やってくるだおめえ。慎重ならこんなことやりそうな感じがするんで、やってる。じゃあちょっと、仲間ひとつ呼んできてよな。どうぞ祝いをやろうじゃねえか。とな、心配ねえからやってくれって言って、みんな呼んでこい、長屋の者。はい、長屋の者呼んでくるって、まだ夜が明けてないから。もしいいじゃん、起こしてったってさ、夜が明けて仕事があんだろ。仕事なんぞいいよ、仕事の銭は俺を払ってやるって言えやん。そりゃいいけどさ、仕事の相手のことだってあるだろ。その人が来ないと困るっていう、いつだってできるじゃないか。昼上がる、人が随分いるから、昼、まあ、分かった、でちょっと、酒屋行ってな、ね、こういう人だけなんかドンって引いて、ケツ抜いてな、俺がやんならいいだろお前。まだ起きてないもん。あそうか、いいことがあって、焼き餅焼いてんのよ。なんかねえかい、お酒飲んだらいいや。酒がどこにあるんだ。うちにあるよ。どこに、台所にあるよ。夢飲み残したろ、俺が残した夢。あらら、あるたまらねえね。ちょっと頼むよ。あそう、よしよし、終日、え、おお、そんなことあったんだね。
あんまり残さねえからよ。え、ああ弱くなっちゃったね。まあよし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 、うん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 でね、飲んでてこんなうめえの初めてだ。うまい酒も飲んだことあるけどこんなうまいかね。ああそうだおめえ、井村酒と同じだよ。知ってるよそんなことおめえ。商いに行かなきゃいけねえんだ。おめえが言わねえようにしてるってのは俺だって分かってるよおめえ、バカじゃねえもの。それだけに俺だって面白くねえし、つれえよなおめえ。それが引っかかってるから飲んでこれ飲んでどうのこうのって言ってるけど、どっか引っかかってる、それがおめえ。どこも行かなくたって市中にいるよ。どんだよ、持ってこいだよ。うめえぞ。ね、なに、まだある。ちょっと待って、よし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 、おーしよし、もういい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 、おーいい、おーつん、何、お、佃煮、あ、お、あ、うん、まあね、え、たかがハゼだ。しまっちゃしまっちゃしまっちゃ、シュッとね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 、あれは生涯を取るがねえな。乗ってこい持ってこい、何でも来い、どこでも来いだよ。ありがたよくなるんだ、七転び八起き、うさつかねえね。はあ、神様見てくれてんだおめえ、こっちはおめえちゃんとしな。あ、うんうん、ああ夢の先が出てきやって、おめでとうございます。下っ腹集めてとね、政府のあの課税府、市民、それからちょっとちょっととことって下帯帰るから布団、それで俺もういい、これの、それで俺寝る、起きたらいいって、火の帰りにみんなでして、わっ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 。なんだおっか、火事か、どうして、なんだ、なんだ、どうして、ガエルが、どうした、商いに行ってよ、はあ、何？あ、商いに行ってよ。なんで商いなんで、誰に向かって商いなんて行くことはねえじゃねえか。お前さ、商いに行かないと釜の蓋が開かないじゃない。釜の蓋なんて驚かねえ。そんなもの。ビーン。どうしたの？まあ、蓋なんじゃ、今の2両の22両で、うん、寝ぼけてんの、何寝ぼけてるかよ、何言ってんだお前、何寝ぼけてしねえの、今起こされた時はちょっと変だったけど、お前、42両で受けとけよ。何それ、42両って何、何、
ごと上の七分二両拾ってきて上に落としとるよ。え、川沿い風に言った七分二両落としとるよ。島の方で拾ってきて知らない。何それ、全然知らない。何それ、もうよせよお前、シャレがきついよお前。俺起こしてそれをやりたかったのかお前は。えきついなそういうの、お前そっくりいっちゃうな。ちょいと行くならわかるけどね。それでいい、まあ、分かった、じゃあ寝るよ。ちょっと待ってくれな。いやちょっと待ってよ、シャレは冗談じゃないよ。何その四十二両っての、知らないよ私は。四十二両拾ってきたの。おお、上に落としたよねえか。ああそれでやっと合点がいった。お前準備からどうもおかしいと思ったらそんな夢見たんで騒いでんだね。何が夢じゃないかね。夢だよ、どこにあるの。いつ行ったの。行ってないじゃねえか。行ってない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 行ってやしないよ。何言ってんだねお前さん。嫌だなマジ。じゃあ聞いてくれよ。えちょいと、なんだよ、なんだいじゃないよ。えいいえそう、私はお前さん起こしたよ、起きたよ。そこまで確か本当だよ。行かないじゃないか。何言ってんだ、行きゃしないよ。え行っとくれ行っとくれって約束したんだから行っとくれって言ったらどうのこうのぐじ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 言ってた。私もあんまりなんか言ってまさに手荒れまでされて嫌だと思うからさ、やりかねないし、でまあしょうがないと思って台所で片付け物してた。そのうちにお前さん行ってくれんだと思ったらなんかまた寝込んじまってグーグー言ってそば行ったらなんかごちゃごちゃ寝言みたいなこと言ってたよ。クー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 寝込んじゃって、まあしょうがない、一日ぐらい私が我慢すりゃいいのか、仕方がないなと思ったらお前さん、お昼頃になったらむっくり起きたし忘れてた。痩せないよっか、ゆい君だから手ぬぐいよこせってお前さん言ったね。ゆい君まではいいやね、大勢友達を連れてきたよ。ジロさんやらトスさんやらね、サブちゃんやらなんだね、ウッサも連れてきた。大勢連れてきてお前さん何が嬉しいんだか私はちょっともわからない。あははははは、笑い詰めじゃないかね。兄貴どうしたんだよ、お前どうしたんだよ、かっちゃんどうしたんだよ、なんだかわかんない。あははは、めでてんだおか、めでてめでて、さあやっとくれ、天ぷらつらいとこうなぎ持ってこいって、どこにそんなお金があんの。商いに行ってないんだよお前さん、ね、下手すりゃ3つ目の月を迎えようってまたもうって時にお前さん何か言ったってしょうがねえ、おっか心配ねえんだ、胸叩いてどうだこう、何か言ってもしょうがない、もう訳は後で聞かなきゃいけない、しょうがないからね、お金がどこにあり、ないお金散々してやっとどうやらまあ、とにかくまあごまかして言うだけのものはやって、みんな返して、お前さん寝て今私の起こされていつ島の浜行ったんだ、いつ行ったの、いつ行ったのお前さん。やろうってね、黙って聞いたらいきなりやって、やいこんちしょうめえ、俺は手に残されて島の浜行って拾ってきたやねえかよ。なんだ拾ってきたって夢じゃないか、夢かいわやろう。金の音聞いてんだよ、金の音聞いてたって知らないよそんなの。でゴーンと音を聞いてんだこっちは、なんか落ちたって聞こえんじゃないか、布団の中で聞こえるってなんじゃないか、よく起きて寝てて聞こえてて起きて聞こえるってなんじゃないか、犬に吠えられて夢見て起きてて夢吠えられて、あれだよあれだよってなってバカ野郎。てめえ俺は四十二郎海からっててめえと話をしたぞ。それ夢で話をしたんだ、私知らないもんそんなもん。お前ちょっと待ってくれお前、どんななんかあんのかてめえ、なんかあんのか。何にもないよ、お金もないよ、何にもないよ。もうねよってなんだよバカ野郎。じゃあてめえに話してやる、いいか、俺はなてめえに起こされてない、ちょっと待ってくれよ。言うこと分かってるよ、お金を拾ってきたってんだろ。そうよ、それが夢だってんだからしょうがないじゃない。じゃあ何かい。いやいいよ、お前さん拾ってきたんだ、当たり前だよ、拾ってきたんだよ。でどこにあるね、お金はあるよ。どこにあるの。うちにあるよ、探しておくれよ、私も一緒になって探す。そんな四十二両ったね、そんなお金がありゃこんな格好してるわけないじゃないか。寒空に向かって洗いざらしてる方に今生きてるなんて、私恥ずかしくて表も出られやし、出なきゃしょうがないから出てるようなもんちょっと探すよ。どこへから行く。え天井裏かい、縁の下かい、どこにあんの。どこにあんのって、てめえがわからないところへこうなんかやって。ああそう、何かお前さんがその四十二両拾ってきたお金を私に渡したら、かつ私がそのお金猫ばばしたってこういうこと言うの。私がそのお金を取っちゃった、そういうこと。そういうことって別にそうじゃねえよ、どっかへお前がほん、まあ、隠してそうなるじゃない。そういうこと言うのお前さん、私が取ったってなこと言わねえよ。んなことは俺はおめえに言わねえ。俺がそんなことおめえに思うと思ってんのかよ、あやろう。やろうお前、そんな男じゃねえぞ俺は、てめえ。だからそれ、だからよ、だからおかしいんだよバカ野郎。だからおめえが隠すわけねえのがねえんだから、これ夢なんじゃねえ。
え夢夢か。欲しい欲しいと思ってると見るっていうけど、そんなもんかな。ああ、はっ、ああな、お前が隠すわけはねえし、ねえんだよな、もう夢だよ。しっかりさせやんな。はあ、いい話もねえことはねえだろうな。もういいかい。これ飲んだり食ったりした残りがあるじゃねえかお前。え？これは俺が拾っ、何？うん、夢見たのが夢で拾っ、え？飲んだり食ったりしたのは本当？うん、よくわかんねえ、なんで拾ってきたのが。それで俺もこっちが本当ですか。ふーん、そうか、俺んちで取ったんだから感情。おい、どうするよ。おい、おっか、さあ、えらいことやったおっか。え、飽きねえに行かねえでこんなことやって借金だらけて、うなぎだぞ、天ぷらだぞ、お前安く、おっか、どうするよ。おい、死の、おか、俺死ぬよ、私も死ぬ、一緒に死の、死ぬの嫌だな俺、おか、なんとかならねえかよ、死ぬの嫌だ、それ嫌だよ、私だってねえ、一生懸命働いたらなんとかならない。え、だからさ、ね、無駄しないで一生懸命やれば、人間お金ってのは貯めようと思ったら貯まったって話も聞くじゃないか、まあ、うちのことじゃないけどもね、貯めることができるなら貯まらなくもいいから減ってったものを返すっていうのは同じことでもってできるんじゃないのお前さ。うん、金を貯めようと思って貯めた人はいるわな。そうだよ、何、別にそれはお金持ちばかりじゃない、みんな最初はないんだから、そうやってお金持ちになってきて貯めて、その分お前さんがおごるよ、お前の言うこと。そうか、金を貯めてんじゃなくてこうなってんのを元へ戻していくのか。そう、お金を貯めるのと同じことじゃないのね。お金を貯めるってのは何かあるか、借金を返すことなんだよ。世間様に顔向けができるようになるためにはお前さん、金貯めると同じことで、二人で頑張って貯めよう、返そう、返せるか、返せると思うよ、返せると思うよ、返せるよ、ちょっとお前さん返そうね、返そう、どのくらいで返す、どのくらいだってさ、半年、とにかくなんとか、三月休ったんだから三月働いてもさ、あとはなんとかなるよね、なんとかなるよね、やろう、やろうよ、やんなきゃしょうがないよ、わかった、やる、当たり前だ、やるよ、やる、うん、よし、無駄なことしねえ、まず俺酒飲まねえ、俺、え、おめえに言ってんじゃん、俺自分に言ってんだから、俺おめえに言ってんじゃん、俺に言ってんだ、俺に飲まないよって言ってんだから、怒ったよ、うん、だけどなんて考えないと、ね、だけどってのはまた後のことよ、ね、分かった、よし、分かったから、ほら明日って言わねえよ、今日今から俺行くよ、休んでるからな、ほんでタンガが水張ってある、使えるよ、包丁は磨いといた、わらじは出てます。どうした、夢の中にもこのようなとこがあったような気がしてね。笑ってる場合じゃねえな、ありがとう、なんとかなんのか、
釣り、え、なんで釣り船だけどに現れた、行ってくる、喧嘩しないでね。おお、当たる前だ、分かったら。その年も暮れて翌年3年目の大晦日だ。おい、今げた。あ、おかえりなさい。どうした？ゆっくりしてたね。おう、いや、湯が混んでやってね、無理はねえやな、一年の赤が落とそうってやつだな。芋を洗うようだってけどね。隠居にあってね、錆びたの隠居、しっかりしてんね。いいとよ、もう古いこと知ってね、あれはどうですかって、こう、偉いもんでね、いろいろ話してね、背中洗いますよなんて、今、そんなこと言ってね、すっかり遅くなって。片付けてくれたのありがたいけど、その火だよ、もっと起こしてけよ、おめえ、かけ取りに来る人、おめえ、外がおめえ寒いんだ、うち行ける、火が何よりのごちそうだっていいじゃねえか、おめえ、火が、いいよ、火なんだ、かけ取りなんだ、気がしないもの。何って、なんで気がしねえってのは、かけ取るの、おめえ、今日は繁盛じゃねえか、おめえ、意味張りを持って、向こうのおめえ、七年に一度の、そうそう、分かってるよ、住んだもん。え、住んだの、うん、一番しまいが住みや、うん、もう住んじまった、鶏肉とか残ってんだ。でも先様も都合があるからさ、春長になってからもらおうかと思っていいだろ。いや、身に覚えがねえわけじゃねえんだからな。そう、うん、そう、うん、ああでも起こして、え、今いいや、おめえが仕切ってんだろ、貸しとくよ。分かった、いいよ、分かったからさ、それよりその火を起こすよりもそもそも開けときゃ寒いからさ、これ入って上がって。ああ、そう、ああ、その通りだな。人間なんてね、こんなもんだな、相手に言っててめえのことは上がらねえってやね。いや、よいしょと。すっかり片付いちゃったな。ああ、なるほど、これだ、畳が新しくなってどうもいい匂いだ、なんだなんだと思ってこれなんだよ。そうなのよ、うん、なんかね、贅沢かなとも思ったの、ね、だけど、うん、畳屋の方してどうすんだよ、どうすんだよってから、じゃあまあいいや、やっちまおうと、うん、お前さんに内緒でやっちまったけど、うん、これいい、いやおめえ、なるほどね、なるほど、こういうことだな、昔から言うならな、畳の新しいのとかかかの新しい、かかの新しく新しくねえやつがいいってよく、今なんつったお前、え、取りに行くところはある、取りに来るところはねえってのが豪勢なもんだな、こういうお店もあるのか。お茶が入った、福茶、福茶、おこれが、なんだこれ、縁起物か、取りに来るのが、え、ある、あ、ね、あ、ね、ねえだよないつもそうって来るのがね、冷やしてくれよよな、取りに来るところがね、取りに行くのがある、ありがてえな、いい春の受けられたのはみんなお前のおかげだ、お本当に俺ありがてえと思ってね。いや、しようとこのくせに何言ってんだよ、お前さんのことやったんじゃないか、長田あれよ、おめえがやってくれたからだよ、お前さんがやったからだよ、何言ってんのよ、やべえろ、お前がやってくれたからじゃねえかよ、こんなこと喧嘩したってしょうがない、いや喧嘩じゃそう言ってくねえと俺困るよ、俺、私がやりましたって、え、じゃあ私もやりましたでも何でもいいからよ、できれば言ってくれよ、私がやりましたいいね、よし、ありがとう、やってる、108つ、108つ、108つ、お、雪が降ってきた、何、いや、ほら、そろそろお飾りの笹の触れ合うと、おお、そうか、おう、そうだよな、湯の芸能が空を見上げたら星が降るように、ああ雪が降るわけやね、三が日は持つだろうって言ってたけど、だから持つね、いいな、雨が降られた往生だ、飲むやつは楽しみだろうと思ってね、お前さん飲みたい、
何が変なこと言うね、俺の痛みねえよ。本当だよ、やめた花な、そら飲みてえってのもあったよ、お前。ほらお前、酒屋の前をね、目つぶって、鼻に来るから鼻につまんって目つぶって、どぶよっこったって話があるんじゃねえか、落語に。ああ、あれあれ、わかるね、あれね。やめてみて、なんだと思うね。なんだと思うよ。お茶の方がうめえって、特になんか飯食った後のほうじ茶のなんていうの軽さっていうのがあれなんて言えねえと思ってね。あ、そう。そうなんだ。なんでだから。え？なんだよ。ねえ、ん？いいかな、何を。見てもらいたいものがあるのよね。何が？いや、見てもらいたいものがお前さんに私がある。いい？いいよ。何見てもらえて、何だよ。何？見りゃ分かるんだけどね。それ見て、これ何だってお前さんがきっと言うと思うんだ。で、私がこうこうこういうもんなのよって話をするから、途中でお前さんなんか気に障ったようなことがあると思う。話をおしまいまで聞いて、それ約束してくんないと私出せないし、ね。なんだ、なんだ、なんか約束すれば出すってのかい、早い話を。約束するよ、なんだよ、いいですよ。話まで、指名まで聞きゃいいんだろ、いいよ、なんだよ、なんだ、なんだ。げんまんしてくれる？え？なんだよ、なんか冗談か、また。なんでもいいよ、なんだよ、いいよ。見てもらいたいってのこれね、なんだよ、政府じゃねえ、革政府、ああ、へそくり、分かってるよ、いいね、いくらか食べたかっていうの、いや、お前何も見なくたって、おめえの度量だよ、へそくりぐらいの、そういう、なんていうの、歳、なんとかっていうのは、歳化、なことね、そういうのがなきゃいけねえっていうのな、え、見る？いいよ、見なくたって構わねえけどな、わあ、だいぶ重たいですよ、重たいですよ、うん、ただず、おい、なんだよ、おい。これへそくりじゃねえよな。へそくりってこんなにやられたらたまらねえしまったお前。もうたまるわけがねえよな。なんかわけがあるんだよな。それを聞いてくれってのか。ほう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 。指名までね、いいよ。何？数えろ。いいのかい？中高かいなと。まあ次ね、42両か。そう、42両よ。で、なんだ。42両に見覚えない？ないよ、なんかあるわけねえ、なんで。じゃあ、その汚れた革の財布と42両って覚えない？この政府に42両、下の政府に50両っていうのがあるけどな、おしゃれてるバカなことを。芝の浜って言えば覚える？金の音って言うと思い出す？え？42両。川の財布。芝の浜。分かったよ、ほら。もうここまで言われ怒りで、3年ばかり前にお前に起こされて、朝行ってて42両拾ってした。飲みや歌やのごっつ詐欺だよな。夢だってことになってよ。腹食ったよ、お前。下手すりゃこんなとこだった。お前一生懸命やってくれて今日になった。なあ、あの夢が。なんで夢がここにあんだい。夢じゃなかったんだよね。何？夢じゃないからそこにあるんだよ。じゃあ俺拾ってきたら本当ってのか。てめえ、あん時俺に話してくれな。話は最後まで聞く。それか、てめえの話を最後まで。よし、聞いてやろう。さあ、ごいこの野郎。なんだ。泣いてやって、この野郎。嬉しかったよ。どんどこだもん。嬉しかった。ああ、嬉しかった、これで。
私は思った。落とした人がどうのこうのって何か言ったのは私は覚えてんだけど、海から上がってきたのはお前さんの言う通りだった、私は思ってね、その通りだった私は思って、まあ嬉しくて嬉しくて、お前さん寝たけど私寝らないのよ。寝らなくて表へ出てね、夜が明けてきてうろ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 してたん、大家さんに見つかってちょっと来いって言うのよ。えいいから来いって言うのよ大家さんが。うん、それで大家さんが何かあったろあったろって言うのよ。大家さんが言うの嘘なんかお前さんに言うもんか、大家さんがそう言うのよ。何かあったろって、私何もない、嘘をつけ、顔の色がおかしい、何かあったあったら何だあんの、隠すんじゃない、一人で隠してろくなことに言ってなくなくなるの、私しょうがないから全部喋っちゃった、喋らせられちゃったのよ。喋ったら私よいいんだねってそう言ったら、バカなこと言うな、そんなもの石門でも身につけてみる、ただすまない、体がなくなっちゃう、命が取られちゃうから、さあ届けろ届けろって大家さんがそう言った、私どうすんの届けたって、あと何て言えばいいの、考えろって、考えろって、そんなどうしていいのって、でどうしてんだったら寝てるってなる、寝てるなら起きたくて夢にしちゃいとこ言うのよ。大家さんがそういうのを、他にない、あとはあとのことだから、とにかく夢にしろ夢にしろ、生きるか死ぬかなんだから、とにかく亭主が可愛かったら夢にするんだ、何でもいいから夢にしろ夢にしろって、そういうのを夢だ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 、夢だなって、お前さん夢になっちゃってくれて、はあ、ほっとしたけど、はああよかった、命は助かったんだなと思う。その日ぷっつりお酒やめて、タバコも飲まない、一生懸命に働いてくれて、お母頼むぞ、行ってくるな行ってくるな、橋の上げ下ろしにお母すまないお母すまないって、私雪の降る雪の降る日だ、暗いのに雪の白さが目立つとこで、お母行ってくるよ、風邪ひくな、こたつ屋入ってろよ、お母すまねえな、お母すまねえな、お母すまねえなって聞いて、私どうしていいか分からなくなっちゃう、このお金ももっと以前に出たのよ、お前さん出たの、落とし主が分からないからって大家さんからが言って、私もらってきた、だけど何か私出しちゃいけないんじゃないかって、ごめんよ、私が勝手なこと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 なのよ、だけどさ、ごめんよ、もういいや、私もういい、もういらない、どうなってもいいの、どうなってもいいや、ふっとその気になって出したのよ、お前さんのものなのよ、天下晴れとお前さんのもの何に使おったって、気に済むように使っておくれ、何なんだ話は、これだけ、腹が立つだろうな、私が亭主なら殴るよね、蹴るよね、叩き出すよね、長年連れ添う女房に全部嘘をつかれてたんだもんね、ぶったっていいや、ぶっとくれな、蹴飛ばしとくれよ、顔が腫れるほど気が済むまで、いや気が済まなくてもいい、ぶっていいけどさ、お母さんお願いだから別れないで、別れないでよ、勝手だけどお前さん好きなんだもん、ちょっと待ってくれ、ちょ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 
すげえね。おお、取れた。そうか、あん時は俺らはこんなになって、さあ来い、仕事なんぞ誰が行くもんか、飲めや歌え、の分からないわけはねえやな。すぐ知れりゃ、お上に知れりゃ十両盗んで首が飛ぶ、七十二両。大家さんに言われた。そう、大家えれえな。夜が明けたら真っ先に大家のとこ行こう。一緒に行っていい？取り見えだい。うん、うん、ねえねえ、うん、お酒飲もう、お酒飲もうね、飲んで、お酒飲もう、私も飲む、飲みたい。え、酒ある？あるだろうな、それだと。 いいのか？飲んで飲もうね。うん、お前がいいって言うならな、俺はお前何も。え、だけど俺今まで飲まずにいられたんだから、これが俺飲んでどうなったっていいじゃない。もうか、うん、じゃあ今、おお、え、おお、ここで、うーん、そう、いいかよ、おい、え、もうお前もそう言うんだろ、おお、おお、あ、そう、自分、うん、うん、うん、しばらくでし、達者でござったか。え、俺やめられんだから、別にやめて、やめてんだから、飲まなくたって構わねえんだけど、飲んで大丈夫か、え？って言わないで飲んで。だけど俺これお前飲んで、俺飲んでお前だって言っとけ、ベロベロになっちゃうよ、なっちゃえよ、ベロベロに酔っちゃえ。ありがてえ、おっかありがとうよ、飲もう、飲むぜな。あ、どうしたの？よそ、また夢になるといけねえ。Thank you.